ポケモンカードゲームサン&ムーンプレミアムトレーナーボックス、至高のトレーナーへの最高級の一品が揃うセットが登場。デッキ構築に必要なものがプレミアム仕様で手に入れられる。プレミアム仕様なグッズでバトルを楽しめる。プレミアムデザインなカードボックス、お値段もプレミアムな5,000円などなどということですね。これからポケモンカードをもう一回始めたいなっていう大人にまさにピンポイントな商品ではありませんか。まさにこの私のようにポケモン GO、 それから20周年記念、ポケモンカードに戻っておいでというふうに言われているような気がして、最近ノクさんと一緒にポケモンカードにハマっておる私、このプレミアムトレーナーボックスとても魅力的に映ります。そこではい、というわけで、買いました、ポケットモンスターカードゲームサンムーン新しいシリーズの、プレミアムトレーナーボックスでございます。はい、思ったより箱はちょっと小さめかな。今回の、伝説のポケモンになるのかな、ルナアーラとソルガレオです。僕はこれが、ゾイドにしか見えません。僕はあのゾイド好きだったんですけど、ストライクレーザークローですね。はい、横を見ますとこんな感じ、後ろはこんな感じ。はいはい、見ていきますと、カードボックスになるよう、それから、対戦に必須なトレーナーズを多数封入、XY のトレーナーズも封入というわけで、今回の、ね、新しいサンムーン環境というものはですね、今までのシリーズである XY のシリーズも使えるということになっております。なので、今までやってた人とはちょっと、その持ってるカードによってね、もうすでに差があるわけですよね。ですけど、ここで、有能な、ね、カードがあるからすごく便利ということです。例えばここに写ってるプラターヌ博士っていうのは、山札からねカードいっぱい引けるということで、ポケモンカードにおいては結構そのカードをいかに山札から引いてくるか、それから今はですね、なんかそのカードを山札をどんどん圧縮してトラッシュにカードを送り込むことで、それを活用する、例えばこのバトルサーチャーというグッズがあったりだとか、なんていうかな、そのドローをいっぱいすることで、自分の手札を充実させて、有利な環境を作るっていうのが主流らしいです。よくわかんないですけど、僕も勉強中なんですけども、はい、というわけで、そういうふうなすでに有力なカードが手に入っちゃうチャンスだよということみたいです。デッキシールドというカードを守るのもついているので対戦を想定していると。でエネルギーカードも手に入る。僕ね、今回 の新しいカードを買ってから電気と、それから格闘、あとそうだね、電気と格闘まだ持ってませんので、エネルギーカードが手に入るのはありがたい。で、プレイヤーズがルールですね。で、拡張パック20パックをまとめて入手ということでですね、新しいサンとムーンのカードもいっぱい手に入っちゃいますよということです。あと、なんていうのかな、このゲームを彩るこのマーカー類もちゃんとしたものが手に入りますよということです。はい、じゃん、プレミアムボックス、プレミアムトレーナーボックスです。いや、大人になって幸せって思いますね。ちなみにですね、このようなスターターセットっていうものも今回購入いたしました。これを使えば、御三家と言われるね、一番最初に手に入るポケモンを中心にしたデッキが作れるよということで、僕がこっちの緑のフクロウのいるジュナイパー GX のデッキ、それからこっち奥さんがね、このどれが好きって聞いたらね、この木狼とニャビーの、あともう一人足マリっていうのがいるんですけども、それをね見てもらってどれがいいって聞いたところですね、猫が可愛いからこれにしたいということでした。ちなみに奥さんはまだこいつに進化するってことは知りません。これを見た時に奥さんは一体可愛い猫を選んだつもりがこれですからね、どう思うんでしょうか。今からとても楽しみです。はい、じゃあこのスターターパックはね、また奥さんと一緒に開けていきたいと思いますので、まずはこのプレミアムトレーナーボックスの方開けて皆さんに中身の方ご紹介できたらなというふうに思います。ベリベリ、いやー、これね、もう子供の時だったらね、クリスマスですよ、クリスマスのプレゼントですよね、このナウの。それがね、こうやって買えちゃうと、しかもこう動画で使うからなんてね、奥さんに言い訳もできてしまうという、いい時代になったものです。はい、開けます。どういったものかな。スススススね、そしてこれが開くのかな。では行きましょう、せーの、お、折れてる、はい、捨てないで、この中仕切りはカードボックスの仕切りだと、はいはいはい、はい、これ捨てない方がいいみたいですね。はい、はい、
パックが、はい、入っております。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,9,10パック、それから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ムーンということで、10パック10パックの合計20パックであります。5枚入りなんですね。昔ポケモンカード10枚入りだったんですけどね、5枚入りになってるそうですよ。はい、それからはい、これがまあトレーナーカードかな。はい、なんかすごくデザインがさっぱりしてますよね。もしね、このデッキを、この動画をね見られている方でポケモンカード詳しいよって方いられたらです、ぜひね、このカード便利ですよなんて話していただけるとありがたいです。入ってましたのはネストボール、ハイパーボール、これは持ってますね。なんかほんとなんか薄っぺらいな、なんか色が薄いからかな、なんかこう軽いイメージです。ハイパーボール、不思議な目、これ種ポケモンから一気に進化できるから今回の GX 環境でいいんじゃないかと。ククイ博士、自分の山札を2枚引いて、この場に自分のポケモンが使わずの相手のバトルポケモンへのダメージをプラス20。このククイ博士っていうのは今回のオーキド博士ポジションの人なのかな。なんかゲームの中で重要な役割もあるとかいう話ですよね。ネタバレになるかもしれないではないんですけど、ドローもしながら、まさきさらにはプラスパワー2個分って感じですね。強い2枚。リリエ、今回のアイドルポジションらしいですよね。自分の手札が6枚になるように山札を引く、最初の自分の番に使ったなら8枚になるように引く、こういう風なドローカードが、ね、強いらしいんですけれども、まあ自分の手札をそのまんまに6枚引いて、さらにこれを最初の自分の番に手札に入れておけば、入ってくれば8枚になるってことだから、かなりこう対戦を有利に進めることができるんですね。リリエです。すごい人気みたいですね。ダブル無職博士の手紙、これ XY の時に便利でした。エネルギー転送2個分ってことなんですけど、まあ、山札からカードを 2枚、基本エネルギー2枚まで引ける。これが1枚入っている場合、エネルギー2個分の役割をしてくれるわけですよね。バトルサーチャー、これです。これがすごく便利らしいですね。サポート、1回使ったサポートをもう1回引けるし、山札からサポートを捨ててそれを引っ張ってくるっていう、かなり便利なグッズらしいです。 PP マックスもエネルギーを、ベンチの種ポケモンにつけるので、まあ、育てるときに使えるのかな。闘魂の回し、これポケモンにつける道具ですね。N、あ、これね、動画とかで見てるとすごいいいみたいですよ。お互いのプレイヤーはそれぞれ手札をすべて山札に戻して山札を切る。その後それぞれ自分のサイドの残り枚数分山札を引く。まあ、自分の手札が良くなかった時にも、手札を引き直すことができるし、まあ、あとは相手の、まあ、戦略を崩すこともできるという。ブラックホワイトのキャラクターなのかな。フール、あ、これもですね、山札からトレーナーズを1枚選び相手に見せてから手札に加える。やっぱ欲しいカードってその時々によって通用が違うので、これがあると、まあ、欲しいカードが手に入る。結構4枚入ってる。で、プラターヌは昔の大木田博士、昔の突風も強いので、サポートというふうになっております。フラダリで、スタジアム、うねりの大会で、それから、あ、これ欲しかったんですね。巨大植物の森ですね。普通ポケモンっていうのはベンチに出してすぐには進化できないんですけれども、最初の番とかでもすぐにポーンと進化できちゃう。草エネルギー、草ポケモンに関してはということで、僕草ポケモン好きなので結構便利ですよね。はい、ストロングエネルギーとミステリーエネルギーは特殊エネルギーですね。トウポケモン、そういう超ポケモンにつけてそれぞれ、便利だよということです。なんかそのタイプによってかなりこう優遇されてたりなんとかするのかな。それによってまたデッキの構築が変わってくるのかもしれません。はい、ではでは、エネルギーですね。12枚入ってますね。はい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 、これがあればもうどんなデッキもどんどん作れますね。僕はちょっと昔のデザインの方が好きかな。はい、で、カードスリーブですね。そして、はい、昔ね、これ持ってたんですけどね、赤いガラス玉だけだったんですけど、今、数字も書いてあって便利ですね。で、今回のね、ポケモンのゲームもしっかり、ポケモンカードもしっかりなんですけど、ピッカピカだな。自分の番に1回しか使えない GX 技ってものがありますので、その GX 技を使ったよっていう、まあ、証となる、まあ、マークですね。今回の象徴的なものじゃないのかな。あと、プレイヤー使いです。
はい、そんなもんかな。はい、というわけで、残りのお楽しみはコレクション3&ムーンを開封ということになりますので、それはまた動画の次かなにやりたいと思います。では、とりあえず開けてみたようはこんな感じでした。それではまたお願いします。